7回のアラ采配、ないバッジや、お前が必要。今年の翔さんこういうの多いよな。翔さんすごくて草。アベレージフォルム。巨人戦は毎年もつれるイメージあるわ。翔さんナイスやったで。ダイソー使うんか勝負かけたな、おい。ここのダイソーは納得。腹動くから楽しいよな。この場面でウォーカー選手に代打、重信選手。YouTuber 来た。代打で出場してみた。うわー、代打でバント？YouTuber はバントか。しかしフライ、バント失敗。打ち上げてみた。最悪やん。はい、チャンネル登録解除。アラ采配キシャリ。チャンネル登録お願いします。はい、低評価。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ピンチバンターが失敗してどうすんねん。チャンネル解約しました。そして大城選手凡退の後、ブリンソン選手に代打梶谷選手。梶谷？カカカカカカカジタニ WW。次々とどうしようもないやつが出てきてくさ。7回にこんなヤス使ってたら終盤どうすんねん。そしてフライを打ち上げ3アウトになりました。ブリの方がマシやろ。ブリから梶谷に変えるの意味わからんって WW。 なんやこいつら。ご視聴ありがとうございました。